ドキドキですよね。誰が一番になるか。あとチャンネルさんから発表していきたいと思います。ホモホームさんの写真がこちら。やっチャンネルさんなんですけども、なんと私のマドンナの宝石のピンクをここに持っていきたいと思います。ここに今持ってきました。お見せしますよ。せーの。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はいよいよマドンナソフィアチャレンジの結果発表の動画を撮っていきたいと思います。このね、カットチャンネルさん、趣味の園芸やっチャンネルさん、トムホームさんの分も私のチャンネルで紹介することになりましたので、3人のね結果発表をしていきたいと思います。実際に育てた写真と大きさ、あとですね、育ててみた感想もね伺ってますので、それぞれね紹介をしていきたいと思います。でドキドキですよね。誰が一番になるか。ということで、まずは加藤チャンネルさんから発表していきたいと思います。写真がじゃん、こちら。メジャーで測った大きさは全長93センチになります。ただね、注目してもらいたいのが、これなんと6月23日の写真になります。その後ね、9月に入って、なんと加藤チャンネルさん、切り戻しをして大きくしようと思ったんですけど、多分おそらくね、台風とか多分タイミングで大きくならなかったんじゃないのかなっていうところで、今回はこの93センチが加藤チャンネルさんの結果になります。ただね、追加で写真を送ってもらったんですけども、こちらの写真、8月8日の写真になります。こちらはおそらく1メートル超えたんですけども、残念ですが測ってないので、加藤チャンネルさんの公式の記録としては93センチになります。実際に加藤チャンネルさんの育てた感想なんですけども、生育スピード、花の持ち、花数の量、何をとってもやばすぎます。最初の大きなスピードはとても速くてびっくりしましたというですね、マドンナの宝石を育てた感想もいただきました。では次にトモホームさんの結果発表をしていきたいと思います。トモホームさんの写真がこちら、ね、とても綺麗に育ってます。で、大きさなんですけども70センチでした。かなり綺麗に咲いてはいるんですけども、大きさは70センチでした。トムホームさんから実際に話を聞いたところ、まあ、お庭の関係とか、まあ、皆さんもねトムホームさんの YouTube 見られているので分かるかと思いますけども、いろんなお花を、まあ、小スペースのお庭で育てられているので、8号鉢から10号鉢ね、大きくするスペースがなかったっていうのもね、リアルの声が聞いてよかったかと思います。そういった鉢増しができなかったりとか、あとはね、やはり台風が来たりとかして、直近は結構ね傷んじゃったっていうねコメントもトモさんからいただいたので、最初に出したのが6月29日の時の写真で、後に出した写真が7月26日の写真です。6月29日のやつを啓蒙して、7月26日の写真のようになって満開に咲いているような形です。トモホームさんからもね育てた感想をいただいているんですけども、マドンナの方をした時育てた感想としては、こんもり育つのでとても育てやすかったですみたいなコメントをいただいています。ちょっとね、鉢増しができなかったのがね、やっぱ大きくならない原因になったかもしれないんですけども、結果としては70センチという結果になりました。で、最後に趣味の園芸やっチャンネルさん、やっチャンネルさんの結果発表をしていきたいと思います。やっチャンネルさんの窓の本石ピンクの様子がドン、こちらです。これは9月の22日に撮ったお花になります。実際の花の、ね、大きさなんですけども、奥さんに手伝ってもらって測ってみたところ、なんと92センチという大きさになったということです。やっチャンネルさんなんですけども、伸ばそうと思って一度も切り申しをしていませんでした。でも切り申しをしなくても、このね92センチぐらい大きくなるっていうのはね、私も大きな発見でした。
あとね、残念なことに本当台風がね来てしまって、ちょっとね鉢が倒れたりしちゃったんですっていう風に言われてたので、どうしてもね台風とか風が強かったりとか大雨とかでそうやってね傷んでしまう部分は仕方ないかと思うんですけども、9月22日の時点でね綺麗に咲いてる写真、こっちが92センチということでね、そういう結果になりました。やっちゃんからもですねコメントをいただいております。鮮やかで遠くから見てもよく生えてとても綺麗なお花でした、最高ですっていうね言葉もいただいております。生育も旺盛で一度も摘心していませんけどもりもり咲いてくれましたというですねコメントもいただいております。私のマドンナの宝石のピンクを今からねここに持っていきたいと思います。ここに今持ってきました。じゃあねお目指しますよ、せーの、はい、よいしょ、見えるからこんな感じで、だいぶちょっとね中心部分は剥ぎかけてはいるんですけども、こんな感じでだいぶ大きくなりました。どうでしょう、なんかもうなんかのキャラクターみたいですね、花に足が生えてるみたいな感じのキャラクターになってますけども、こんな感じでだいぶ大きくなってくれました、ね、近くで見たら迫力ありますよね、こんな感じで大きくなってます。こんな感じ ね結構大きくなりました。他の方が4月の上旬とか中旬に植え付けをされてたんですけども、私は本庄の方がバタバタしていて植え付けしたのが5月の上旬ぐらいだったかな、確かに植え付けをしたので約ね1ヶ月間ぐらい遅くて、最初のね7月とかぐらいね皆さんがアップしてのを見て僕のマドンナの宝石ピンクやばいなと思ったんですけども、なんとかここまで大きくなってくれました。実際ね計量してみたいと思います。一番長いところ1m15cm の大きさになってます。このちっちゃな一株が、ね、こんな感じで 1m15cm ぐらいまで大きくなりました。せっかくなので近くで見ていきたいと思います。はい、こんな感じでちょっとね花だけ写ったら大きさがわからないんですけども、こんな感じですね、大きくなりました。やっぱしね伸ばすためにそこまで剪定をしてなかったので、中心部の方はこんな感じで茎がベローンと伸びてしまって、こうね寝ちゃったりしてちょっとね剥ぎ気味にはなっています。あとは9月の上旬ぐらいまではねついた花柄とかも結構取ってたんですけども、台風が来てビニールハウスが破れたりとか、ね、本業の方が水やりとかが忙しくなっちゃって、もう最後も取りたくても取れない状態が続いてしまって、ね、花柄はこんな感じでちょっとついちゃってるんですけども、でもね遠目から見たらねやっぱこのピンクの色がとても発色良くて綺麗で、あまり花柄も目立たないですよね。なんて言ってもねちゃんとねこれ一株かどうかをね確認しないといけないので、一株かどうかめくってみたいと思います。せーの、よいしょ、ほら見てください、見えますか、ほらこんな感じ、なんで一株ですね、一株になってます、どうしても下の方はね群れ気味なので葉っぱがこんな感じで腐ったりはしているんですけども、まあもう気温もねだいぶ下がってきてますし、ね、今年の秋楽しむ分ではこのままね管理していってもいいんじゃないかなと私は思います。あとね、さっきちらっと見えたんですけども、もう一つねポイントとして、どうしてもこれ10号の鉢で育っているので、どうしてもね茎がね大きくなればなるほど重たくなっちゃって折れやすくなっちゃうんですよ。なのでここに針金がちょっと見えているんですけども、こんな感じで分かります、針金をこんな感じで支えにして自分なりに支柱みたいな感じでこんな感じで設けてみました、ね、どうしてもこれなかったらかなり息ボキとかね折れちゃったりするかもしれなかったので、ね、僕の必殺技だということでこんな感じで下を支えてあげました、まあ、10号鉢は変わりないので、ね、鉢の大きさは指定はありましたけども、他に、ね、何かしたらいけないということは言ってなかったので、まあ、OK かなと思います。で管理としてはここまで大きくなってくると元肥だけだと肥料が切れてしまいますので、液体肥料を1週間に1回ねたっぷりやるようにしていました。あとね
本当はねずっと外で育てたかったんですけども、やはりゲリラ豪雨とか台風ね鳥取県直撃したりもしましたので、そういった時はもうビニールハウスの中に取り込んだりしてました。なのでね、そのでちょっと他の方よりも被害に遭いにくかった面もあるかと思うんですけども、台風ねやられて折れちゃったらいけないと思ったので、そんな感じでビニールハウスの中に移動したりとかして管理をしていました。でね、なんとかさっき測ったように115センチっていうのがね僕の結果になります。あ、そうだ、今日の日付を言ってなかったです。今日の日付はこちら、今日は9月28日の水曜日になります。一株をなんとか大きくすることができたので、上部よりもそっちの方にちょっとホッとしていたりも実際ねプロなのでしてはいるんですけども、まあ、このぐらい大きくなってよかったかなと思います。ということは、ね、私が育てたのが115センチで一番大きい結果になりました。まあ、私が一番になってしまったということになっちゃうんですけども、私がねやったのは、ね、2つですね。まず1つ目がですね、大きくなるとどうしても横に出てしまって茎が折れやすくなるので、支柱でね支えてあげたというのもね形を維持するための一つのポイントになったんじゃないかなと思いました。あとですね、台風とかね鳥取県も直撃したので、まあ、そういった時はですねちょっとビニールハウスの中に置いてあげたりとか、そんな感じで取り込んであげたっていうのもね大きかったかと思います。別に、ね、1メートルに行かなくても80センチぐらいで何回か切り戻しをしてコンパクトに楽しんでもらうという方の方が茎もね丈夫になって折りにくくなったりとかするので、まあ、80センチでもねだいぶ大きいかと思うんですけども、そんな感じでマドンナの宝石ね、今回の動画を通じて視聴者の方も一緒に、ね、楽しんでいただけたんじゃないかなと僕は思います。またこのねとんでも企画に挑戦していただいた加藤チャンネルさん、トムホームさん、趣味の園芸やっチャンネルさん、長いスパンにわたり本当にありがとうございました。まだね3組の方のチャンネルを登録してない方はぜひね僕なんかのチャンネルよりもそちらの3人の方ポチポチポチっとチャンネル登録してもらえたらとても嬉しいです。また今回のような、ね、長期的な企画はやはりなかなかね負担も大きいのであれかもしれないんですけども、お花が好きとか植物が好きというですね人が楽しんでもらえるようなコラボとか企画も個人的にはどんどんしていけたらと思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで、私がなんか自分で自分を言うのもあれなんですけども、優勝ということで今後あの帽子もかぶってみたいと思います。ということで、先ほどもお伝えしたようにこれからもどんどんいろんな楽しい企画とかもしていきたいなと思ってますので、ゆきの園芸チャンネルまだ登録してないよという方はぜひポチッとチャンネル登録をしてもらえたらとても嬉しいです。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。